関東甲信越の気象情報です。今日の関東甲信越、雲が多めながらも日中は晴れ間がありそうです。新潟県今夜は雨でしょう。東京の天気、気温、風の移り変わりますと、東京は12度、昨日よりも4度高い予想最高気温で、日中は寒さが和らいでくる見込みです。3月並みの気温予想です。今日は南風が吹いて気温が高くなりそうです。天気、日中薄い雲が時折広がる予想です。雲の様子見ていきましょう。昨日の夜遅くから動かしていますと、2つの雲、日本海からの雲と、このように東海地方から進んできた雲、この2つの雲、これがこの後天気を左右しそうです。この南海上から北上してくる雲、関東沿岸部を東へ進んで、千葉県南部では日中雲が取りにくい予想です。そしてこの日本海の雲はこの後南に下がって、関東内陸部、甲信地方にも広がって、日中は薄い雲が内陸部でも増えてくる予想です。天気の移り変わりです。まず午前中です。関東南部沿岸部、雲が多いでしょう。多くのところ晴れる見込みです。午後です。日中内陸部晴れますが、新潟県や関東沿岸部、雲が多いでしょう。今夜です。関東や山梨県、星空広がりますが、新潟県雨、局地的には雷を伴うところがあるでしょう。今日の関東甲信越の天気をお伝えしましょう。雲が多めながらも多くのところ晴れる見込みです。新潟県内今夜は雷雨のところがあるでしょう。小笠原諸島曇りでにわか雨のところがありそうです。気温の様子です。各都市の気温を見ていきますと、今朝は関東の北部や甲府、長野、新潟で氷点下5度前後となっています。今日日中の予想最高気温です。昨日よりは2度から6度高いところがほとんどで、関東や甲府、上越では10度を超えそうです。横浜13度でしょう。3時間ごとの天気、佐渡から河口湖です。新潟県内、早ければ午後3時ごろから雨でしょう。水戸から埼玉です。日中薄雲が広がりますが、日差しもあるでしょう。銚子から小笠原諸島です。お昼前後にかけて雲が広がりやすい予想です。風と波です。沿岸部では南風が吹いて、波の高さ、外海では2メートルから3メートルでしょう。明日からの天気です。新潟から前橋です。明日は広く晴れる見込みです。明後日は雨でしょう。埼玉から小笠原諸島です。今週晴れる日が多い中で、明後日は雨となりそうです。東京の今日の日の出は6時50分、日の入りは4時51分です。